皆さんこんにちは、ロードトリップジンです。このチャンネルでは海外のこんなところに来てみたらこんな生活だったというようなことを発信しております。このチャンネルを見れば海外へ行くことへのハードル下がること間違いなし、留学や移住へのお役に立てれば幸いです。今現在北アメリカの都会で借りてた家を追い出されたので田舎へ来てキャンプ場でトレーラー生活を始めました。その生活がこんな感じです。24日目スタートします。とりあえず今のところはチェックアウト待ちでやることないから面白いと思います。はい、今サイトクリーニング始まりました。でね、すごいの見つけた。さすがカナダだなっていう感じで、この焚き火台片付けてて、こう入ってたら、これ完全マリファナですね。ああ、めちゃめちゃマリファナの匂いがする。さすが合法の国カナダ。つい最近この芝生買ったばっかりだと思ってたんだけど、もう結構伸びたね。このキャンプ場からしたらもう長い。なんでこいつを借ります。雨降ったし天気も良かったから一気に伸びたんだと思う。こんだけ長い。今芝刈り終了しました。どうすか、綺麗でしょ。だいぶ いい感じですね。よし、昼飯ちょっと入るの遅くなった。1時13分。休憩時間も自由に入ってよくて、休憩のタイミングも自由でよくてっていう感じで、すげえ自由。おはようございます、ロードトリップジンです。今日ちょっと風が強くて寒いです。まあ天気はいいんだけど、まあ、で今日はこいつら塗ってます。でこれはハイキングトレイルのやつですね。25日目です。悩みが出てきた。英語が出てこない。本当に疲れた。カナダ横断していろんなキャンプ場行ったんだけど、必ずこういうのがある。ダンプステーションって言って、でここは汚水を流すところです。だからうんちとかおしっことか、そのトレーラーに溜まった汚水をここにダンプして、であのホースでタンクきれいにして、きれいにした状態でみんな移動するって感じかな。トイレから出る水はブラックウォーター。シャワーとか食器洗いとか、あと顔洗ったりとか洗面所とかの汚水は、それはグレーウォーターって言って、グレーウォーターはまあ結構普通にその辺にジバーってやっても大丈夫。今日の仕事はこのバーベキューグリルがちゃんと使えるかどうかっていうことを確認。うん、かっこいい。やばいな。しかもこれ俺が使っていいやつだね。マジでめちゃめちゃかっこいいじゃん。かっこいい。25日目仕事終了。今時刻は5時50分で、今日は風強いですね。でグリル早速使っていこうと思います。エキスパートグリル200度か。まあとりあえず芋入れる。わあ、めっちゃいい匂い。もうすでにいい匂いです。はい、今夜の夕飯です。 OK、 あとこいつも入れます。違う味なんだよね。はい、途中経過を確認します。だいたい今240度。ダラン。あー、やっぱ上置いて正解だ。結構熱いんだな。うわー、いいね。やっぱグリルはいいね。最高。で今日これ飲みます。ブルーストレール、ブロンドエール 5.2% トバモーリのビールです。ダークビールかと思ってた。よし、金曜日夜。うまい、うますぎる。500ml かな。473、多分1パイントだと思う。酔っ払った。じゃがいもができてる気が全くしないんだ。味ないんかい。だる、味ないのか。はー、持ってくんのだる。はい、完成です。今日の夕飯こんな感じ。やっぱグリル最高。チキンとかすっげーこんがり焼けた。で、食ってみよう。あー、いい匂いする。
うまい。うまグリル、うま。今食べたのこっち、赤い方ね。こっちも。これもうまい。最高だね。ごちそうさまでしたじゃなくて、おやすみなさい。じゃあまた。ご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録ありがとうございます。こんな感じで生活してます。じゃあまたね。バイバイ。動画ご視聴ありがとうございました。こんな感じでカナダのキャンプ場でトレーラー生活をしております。よかったらチャンネル登録、それとコメント、質問してくれるととても嬉しいです。じゃあまた。